おはようございます。音聞こえますか？おはようございます。今日はですね、2017年6月の11日、捨て頃の翌日です。目が覚めてご飯を食べて、枠を開きました。おはようございます。いやー、疲れた。疲れた。マジで大変だった。おい、かおりさん、いらっしゃい。みずきちゃん、いらっしゃい。ソインちゃんラブリー、どうも。みんなお疲れ。ちょっと待ってね、今、キャプチャーセッティングするんで。あれ。よし、コメント欄を広げよう。あれ、コメントが。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。こうか。はい、みんなおはよう。お疲れ様。昨日写真ありがとうございます。あ、ユミちゃんいたの？ユミちゃん、写真撮れた？俺と。ありがとう。疲れたよ。足はね、よく寝れたっつうか、なんかね、ずーっと蹴られ、青山に蹴られ続ける夢を見てたから、うなされてたと思う、多分。で、起きたら俺、昼間ぐらいだと思って起きたんだけど、そしたら夜の4時ぐらいだったかな？ 16時ぐらいに起きた。バカありがとう、福山さん。いや、俺の方は折れてなかった。腫れが引いた。だから、多分捻挫だと思う。青山はね、折れた感覚あったの。俺、膝ぶつけてたから、多分青山折れたなっていうのは分かってた。甲の部分がね、一回ね、嫌な顔したんだよ、あいつ。バチンって入った時に膝ぶつけたら、うっていう顔したの。でも、あいつ折れた足で蹴ってたかんね。相当根性あるよ、あいつ。ももちいらっしゃい。おー、ももち、どうもどうも。いや、チャンピオンは行った方がいい。あいつは折れてる。俺の方は捻挫だと思う、多分。折れてはなかった。あー、そっかそっか。車一緒にね。あれ、ユミちゃんだったんだ。嬉しかった。そうそう、ツーショットね。ありがとうね。あれがユミちゃんだったんだ。どうもどうも。いやー、うなされるね。せっかく捨て頃終わってもう解放されると思ったら、今度はボコボコにされる夢を毎晩見ることになるとは思わなかったよ。いやー、きつい。悔いが残ったな。 もっと攻めるべきだった。倒されてもいいから、 KO されてもいいから攻めるべきだったな。いや、青山本当お疲れな。青山強かったわ、マジで。青山絶対折れてるよ。多分治んないっつうかね、細かい骨、要は足の甲の指の付け根の骨が折れてるんだと思う。怪我あるよ。俺は多分捻挫。俺も折れてるかなと思ったけど、青山折れてるね、絶対。もう感触で分かったもん。あ、これ行ったなって。いや、もう全身筋肉痛の、俺は顎の付け根がガクンって一回外れたっつうか、ずれたっていうか、だから噛み合わせがおかしい。飯が痛い。泣きながら見てた。 いや、もっとやりたかったな、俺は。あれ、大久保病院にいんの？青山。大久保病院ってこの辺だぜ。新宿に来てんのかな？みんなワド2お疲れっす。ワドさんの見れなかったよ。なんかね、YouTube には上がってるけどね。YouTube には上がってるよ。お疲れっす、みんな。ほんと申し訳ない。応援してくれてた人、ごめんね。勇気がなかった、俺には。俺には勇気がなかったよ。はい、ワード2。いやー、あれだわ。もっといけたわ。なんかね、ワン太郎さんが今、大久保病院の方に行ってきて、気に入ってる？あ、そうなんだ。大久保病院、俺家近いよ。あ、リニマン、どうもお疲れっす。和道の試合だけサーバー落ちまくり。あー、まあ、しょうがないよ。だって俺、和道だもん。サーバー落ちなかったら結構閲覧取れたと思うよ。俺の試合の時に2万ぐらいいって、そっからサーバー落ちちゃったから、多分ね、急激に増えたんだと思うよ。俺の時。ワコツ秘密基地。あ、聞きに行ってるんだ。大久保病院家から近い、すごい。あそこはね、なんだ、日曜日とかでもやってるところだから。いやー、青山強かった。青山強かったわ。足首じゃなくてね、多分ね、足のさ、甲の
指を付け根の甲の部分の骨が折れてるんだと思う。俺は足首折れたんじゃなくて、今日の様子見た感じだと思いっきり捻挫した感じだと思う。折れてはない。痛くてパンパンに腫れてるけど、俺は折れてない。大丈夫だった。俺は折れてない。昨日折れたかなっつって腫れ方見たらひどかったの。だけど、アイシングしたら腫れが引いたから、俺はね、多分重度の捻挫。よかったよかった。でも痛いけどね。強かったね。いやもう、俺ね、今日、実は起きて試合見直したんだけど、わかった、原因が。あいつね、サウスポー気味なんだわ。だからね、感覚がわかんなかったの。なんか足が遠いからローが当たんないし、ジャブも当たんないし、あいつね、右足で蹴るからサウスポー気味だったんだわ。なんだこのやりづらさとか思って、距離感がめちゃくちゃなのよ。強かった、本当に。会場で応援してた、マジでウサギ先輩。ごめんね、負けちゃって。申し訳ない、本当。手数が足りなすぎた。でもね、見直して余計悔しくなったよ。これちゃんと手数打ってたら、もしかしたら判定で勝てたんじゃないのっていう。ちょっと余計悔しくなった。これもしかして手数多かったらこれ判定勝てたんじゃないみたいな。スタミナは俺の方が残ってたもん。だから不完全燃焼だよ、俺。出し切れてないもん。もう超かっこ悪いよ。あ、カズありがとう、花火。花火ありがとう、カズ。いやー、情けない。本当に。本当に情けない。いや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 。ダメだったな。すまん。練習の成果は出せなかった。かっこよかった。いやいやいや。いや、青山かっこよかったよ。リングの上で目の前で見たからね、俺は。ありがとう、カズ。ありがとう、カズ。ありがとう。お疲れ。みんなお疲れ。あー、ごめん、ジジイ、負けちゃったよ。ごめん。インロー一発しか当たんなかった。いや、やっぱね、KO 選手多かったから、かなり KO が多かったから、俺もね、もうどうせなら KO 負けでもいいから、もっと攻めるべきだった。もうハートの弱さがもろでした、俺の。何やっていいか分かんなくなっちゃったよ。いやー、満身創痍です、僕は。いやー、全部いい試合だったね。感動したよ。あ、本当にステッカー買ってくれたの、うさぎ先輩。ありがとうね。嬉しい、ありがとう。負け犬ですよ。ディーゼルさんいらっしゃい。負け犬ですよ、本当に。申し訳ない、応援してくれてたのに。金橋さんでよかったね。ナイスガッツだったね。体中痛い。顎と俺は左足がめちゃめちゃ痛い。蹴り強えぞ、青山、めちゃめちゃ。ソウルトレインいらっしゃい。いや、あのね、負けた方は出場権限ないんで、僕は、これを機に最後にします。もう、捨て頃に出場できないんですよ。負けた方はないって弁償さんにはっきり言われてるんで、勝ったら続けようと思ってたんですけど、僕は終わりにします。お疲れ様、ポテチ。お疲れ。何もやっていいかわからないのが普通ですよ。そうなんかな。でも、そんな中でみんなはやってたかんね。ヒカルくんの試合感動したな、俺。泣きそうになったもん。今、もう祝杯モードだろうね、みんな。いや、楽しかった、でも。勝てると思ってたんだけどな。体はまあまあ大丈夫だよ。一週間もすれば多分大丈夫だと思う、俺は。青山は多分ちょっとやばいね、あれ。リベンジ枠必要？いや、やりたいけどね。やりたいけどさ、捨て頃に出れないんだったら意味ないからね。いや、俺もイベントやるにはまだ早いよ。万人フォローいかないと、まずは。まあ、ドルさんは勝つよ。もう分かってて、俺は。運動したことない。もうスポーツとか大嫌いで。格闘技経験どころか、スポーツ経験も未経験だよ。チョッパーありがとう。お疲れ様。
立ってるだけでもう精一杯だった。ありがとう、暗黒ちゃん。ありがとう、お疲れ様。バカありがとう。ボロボロです。早くね、サーバーダウンしてない動画見たいよね。面倒太郎さん、アップロードしてほしい。かっこよくないよ、全然。勝ってないんだもん。まあ、情けないよ、ほんと。最初にワンパンで、そうだね、ダウンは一回もしなかったから、スリップはしちゃったんだけどね、思いっきり振りかぶってロー入れてやろうと思って、もうやけくそでロー打ったの。そしたらツルンって滑っちゃって。あれはスリップね。スタミナ勝ちしてたのは俺の方だと思うよ。だけど、手数が青山の方が多かったから、要は俺が不完全燃焼なんだよ。要は、パンチもらうのとかキックもらうの怖くて、要は KO されるの怖くて攻められなかったんだよね、俺が。何やっていいのか分かんなくなっちゃったの。だから、もっとインファイトすべきだった。なかなか練習してきたことをあそこで出すわ。いや、半分も出ないって本当だわ。本当に。半分も出ないよ。緊張とかじゃないんだよね。もう対戦相手に、との緊張？その、会場の雰囲気には飲まれなかったの、一切。だけど、青山に飲まれたの。いや、俺負けたわ、判定で。かの、俺負け。負けてないからじゃない。そこは認めないと。青山の方が強かったよ、実際。和道さんのファイト見れてよかった。ありがとう、ニア。完全燃焼ではない。もう完璧に俺の負け。そこは言い訳なし。負け。ただ、スタミナが残ってたってことは俺はやってなかった。要は俺が、ビビってたっていう。ハートの弱さが出ちゃった。負けちゃったよ、俺。吉高さんいらっしゃい。お疲れ、ヒロ君。ティファニー、お疲れ。強くないよ。半分も出ないよ、練習の。第2弾もありそうだから、今度こそ見に行きたかったのに。俺は出れないね。俺は100で行くよ。あ、カノン、ありがとう。結構ね、いろんな人から DM 来て泣いちゃったとかさ、勇気もらえたとか、すごい、たくさんの DM いただきました。ありがとう。LINE とね。返信するの朝になっちゃったけど、寝る前になっちゃったけどさ。そうだね。あ、体痛い。お疲れ、ジェイさん。お疲れっす。いや、でも練習してなかったら確実にもうボロ負けだったろうね。それはわかる。3ヶ月前の自分で練習しなかったらもう確実に負けてた。負けなんだけど、もっとひどい負け方。もう1ラウンドで1分ぐらいで倒されてたと思う。それくらい強かった。一発目のローで多分倒れてたよ。泣いちゃったの、ほぼ。本当はね、メダル欲しかったけどね、ここでみんなにメダル見せてね、ウェーイってやりたかったけど、申し訳ない。まあでも運動は続けようかなと思ってる、正直。フリーランサーありがとう。バカありがとうね。ナッツお疲れ。どうだろうね、いい試合とは言えないんじゃないかな。どうだろう。でももう判定にもつれた時に、もうゴング終わった時に、あ、これは負けたなって分かったね。手数が足りなすぎるって。もう、自分で、勝ってないっていうのは伝わった。そうだね。第3ラウンドまで行ったの俺だけなんだっけ？あ、判定まで行ったの俺だけなのか。だから、ダメだったんだよ。KO、みんな KO してたんだもん。ロハコさんよかったね。ロハコさんとリングインしたかったんだけど、ロハコさんがいなくなっちゃったんだよ、途中で。楽屋でもロハコさんどこ行ったって、もう大変だったんだよ。3ヶ月のね、集大成が。まあ、本番にね、出せないとね、やっぱり。でももう今日はずっとね、青山に蹴られ続ける夢でうなされてたよ。キックされガードし、その後パンチが出なかったですよね。あの練習のシナリオ。違うんだよ。思ってたよりもレガースが薄いのと、青山が本当に蹴り重くて、ガードはしてるんだけど、もうね、一定のとにかく。パフェありがとう、リオト。
ありがとう。マトさん、今度マサトに突してローキックもらってきて、立ってたら花火。無理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 。俺、マサトさんの練習風景見たことある。無理無理。一発で折れる。カッチカチだから、本当の。キックボクサー。無理よ。ガードしても折れる。一般人は。絶対やっちゃダメ。そんなこと。プロの蹴り知らないからそういうこと言えんだよ。親父キックボクサーだったから、木でバット折ってんの見てるから。木製バット折るんだよ。試合で負けて勝負に勝つテルチャンピは今病院で足折れてる。ちょっと心配だね。もう膝頭ぶつけたから、で、足の甲で打ったんだよ、あいつ。サッカーの蹴り方してたから、もう一発ぶつけてやろうと思って膝ガチンって入れたの。だから1ラウンド目で折れてるんだよ、実はあいつ。それでも蹴り続けたからね。超根性あるよ。ビビったもん。だから俺、蹴ろ蹴ろって挑発してたシーン覚えてる？青山もっと蹴ろよっていうのは聞いてねえぞじゃなくて誘ってんの。足痛めたの分かってたから。もっと折ってやるっつって。それで挑発したんだよ。それでも蹴ってきたかんね、あいつ。バカありがとう。ファイティング魂だよ。根性座ってるよ。夏さん風船ありがとう。いや、強かった。強かった。おめでとう、青山。もうこっからはね、青山とフラットに付き合える。企画もできるし、普通に雑談もできるし、友人に戻れるよ。努力して努力して、大衆の前で恥かくのも知らないのによく戦いました。いや、大恥かいたよね。黒歴史が一個増えたよ。マドウのツイッターの写真、負けた男の感じがして感動しましたね。見た？みんな、俺のツイッターの写真。やっぱね、敗者の空気ってあるんだよ。負のオーラ。あ、買ってくれたの？話に変わりました。ありがとう。お疲れ。敗者の、これね。多分この画像のこと言ってるんだと思うけど。これでしょ？完全に、負けた人の画像ね。これでしょ？ツイッターの画像。これ勝ったやつの写真じゃないよね。ドレさんは勝ったオーラ出てるけど、完全に負けたオーラだよね。これでも試合の話してないからね。ドレさん何話してるかっつったら、ワド、物販10万円かけたんだけど、ライター1個しか売れてないっていう笑顔だから。ライター1個しか売れてない顔だからね、ドレさん。これ試合の話してないから。10万円の予算をかけてライター1個しか売れなかった男の配信者の顔だから。これ試合の話してないから。そう、残念ながらね、もっと金の話、下水話をしてるから、俺ら。かっこいい話なんか一切してない。いや、面白いよね。でもね、この後ね、3つ売れたからね、4つ売れたよって言ってた。マドウさんが戦ってる時の目が鋭くてかっこよかった。必死だよ。油断したらやられるもん。足ボロボロよ。ショーチェンお疲れ。身長高くないよ。まあ、リングで映ってるけど、170ぐらいでしょ？俺の物販？いや、いいよ。いいよ、やめとけよ。あざっす。あざっす。まあ、みんながね、ワードステッカー買ったよってみんな言ってるでしょ。タチヒコお疲れ、駅の。タチヒコもタチヒコで面白くてさ、みんなリラックスしてんのに一人でなんかカタ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 震えてソワソワしてんの。タチヒコはああでもないこうでもないっつってずーっとウロウロしながら、ワドさんミットやりますとかもうずーっとソワソワしてんの。だからもうタチヒコにタバコ吸いながら落ち着けっつって、誰か生まれるのかって、子供でも生まれんのかっつって、ソワ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 してさ、一人で緊張してんのよ。在庫とかまだ他にある？もちろんもちろんまだあるよ。これからシリーズどんどん増えていくし。目が全然違った。すごかった。まあね、動画だと、動画でも伝わったのかな。カメラが良かったからね。ドレさん、いや、宮城さんすごかったよ。宮城さんすげえガッツあるよ。あんな、俺ドレさんの怖さ知ってるから。あれ、あの宮城さんのファイトはナイスファイトだよ。あのドレさんにあんだけ立ち向かっていったんだもん。セコローズ、ヌーンさんどうもどうも。青山は足やばいみたいに。あ、あのね、俺の近所、今近くの病院にいる。日曜日やってて。で、折れてる、確実。もう1ラウンド目で手応えあった、それは。膝頭2発ぶつけて、1発目で折れてる。相手のパンチをスローでかわして決めたかったですね。それが理想だけどね、前が遠かったんだよね、異常に。シャムお疲れ。こんばんは。昨日見てたの、京介さん。声かけてくれればよかったのに。
ステッカー新しいのね、買ってください。みやびさん、ナイスファイト。すごかった、みやびさんは。うん。あれは、勝ったよ。あれは、男として本当に勝ちだと思う。そう。あの男に挑んだっていうだけですごいんだから。あのファイトスタイルはすごいよ。あれ本当にパンチ力あると思うよ。当たってたらやばかったと思う。ベンジョさんの延長6万かわいそうですね。だってベンジョさん100万以上儲けてんだから6万なんか余裕だろうがよ。ベンジョさんいくら儲けたと思ってんだよ。ん？カトランスルーしてないよ。あ、カトランお疲れ。いや、今日コメント多いからさ。まあやばいけど、まあしょうがないよ。それくらいキック力あるんだもん。で、あいつがこうで蹴ってきたから、よっしゃーと思って、ガンって、バチンって膝入れてやったよ。うん。カトランありがとね。ごめんね、負けちゃった。うん。いや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 、何もできなかったよ、強すぎて。四つ目？あ、キャプル？試合流す？折れてるだろうね。多分折れたと思う。俺は捻挫で済んでる、多分。腫れが引いたから。見る？手頃。昨日の試合。あの、サバ落ちしてカットされてるけどね。サバ落ちでカットされてる。1ラウンドで折れてたね。1ラウンドで折れてた。もう手応えあった、それは。あ、もうこれいったなっていう。狙ったけどね。うん。狙ったけどね。見る？じゃあ一緒に見ようか。よいしょ。一緒に見ましょう、じゃあ。僕の負けた姿を。あんまりやりたくないけど。はい、準備いいですか？いきますよ。準備 OK？ 第2試合、ワッチ対決。キックボクシングルール3分3ラウンドを行います。青コーナーより、和道流伝承者、和道入場。控え室はね、無理。流せない。撮影したけど。ありがとう、カトラ。うん、大事にする、ありがとう。会場やばい暑かったよ。会場ざわつき始めたな。さあ出てきませんね、選手がね。結構引っ張りますね。はい、いや、セコンドがいなかった。2回目ですよ。2ターン目です。2ターン目。いや、ロハコさんが急にいなくなったんだよ。ロハコ選手、おっと出てきましたね。はい、何か起こっているようですけど、セコンドが見当たらないの。なるほど、セコンドがいないと。セコンドがロハコということなんですけど、あそこにいるわ。ワドリアのセコンド。そうだね、ガードはしっかり何発か決まったね。コーナーにいるんですか。いました。お化けじゃないですか。あれお化けじゃん、お化けじゃん。セコンドからようやくセコンド見つけて、ワド選手入場です。赤コーナーより速攻センサー駐在テルチャンピン入場。おい、正義の味方いらっしゃい。負けちゃったよ。演出じゃないの？本当にいなくなったの？なおたくさんすいません、負けちゃいました、ごめんなさい。本当に申し訳ない。目の前でなおたくさん見てくれてたのに申し訳ない。いや、負けは負けなんだよ。あれプロの人だよ。プロのリングアナで、あの芸人さんかな、元。なんだよ、100% 負けるって。かなり両選手とも溜めて入場するスタイル。
ですよ。あ、そうだ、甘いわ。あの、ペガチャンピー。ただ、その前は、もともとジュース取ってくるわ。青山っていう名前だったんですよ。あ、そうですね。で、青山が本名なんですけど、なんかパルパルを自宅に食べたときに、パルパルに殺虫剤をかけたことが、なるほど。ありがとう。言っていたら入賞と、出てきました。殺虫剤青山こと、テルチャンピー選手、ようやく入場だ。青コーナー、和道流伝承者、和道赤コーナー、速攻性殺虫剤、テルチャンピーンレフリー、和田亮君。さあ、こちらのカードですけど、はい、和道選手、はいどうも、ブルーさんいらっしゃい。そうそうね、あ、俺も折れたと思ったよ。結構リラックスして、あ、俺は捻挫だった、はい。今日昼ご飯にロハコさんとロッテリアでガチホームしてきたんですよ。ガチホームしてきた、ロッテリアで。そう。意外と結構リラックスしてる。一方のテルチャンピン選手、どうでした、インタビューは。テルチャンピン、まあ、ドレさんからも聞いたんですけど、まあ、今回いろんな選手出場するんですが、その中でもやっぱり、最も素質があると。なるほど。ある選手の一人だということで。はいはいはい。ただ唯一マイナス点といえば、サボり癖があるっていうところ。なるほどですね。ノリユキさんは楽屋でずっと笑い取ってたね。もうずっと笑い取ってた。車で旅をしたいと。おしゃべりモンスターで。舐めてますね。まあお互いふわっちをね、ね中心に、ふわっち中心に配信をしている配信者なんですけどね。うん、お互いついてあの家の近所の病院、テルチャンピオンは。大久保病院ですよ。10回くらい晩されてるらしくて。はい。お風呂でチンコ出したんですよ。まあそれは晩になりますね。はい。ただ、ワドはね、努力の人なんで、はい、もう誰よりも練習積んできました。うん、3ヶ月。まあ結構、ね、ワド選手も、うん、あの、トレーニング配信ね、結構ずーっとしてましたんで、はい、捨て頃決まってから、相当気合が入ってるんじゃないですか。行かないの、行った方がいいよ。あの、あの、努力 VS 天才っていう甲のね、細かい骨がね、多分、折れてると思う。なるほど。大久保病院ですね、日曜日やってるんで。まあでも月曜行った方がいいかもしれないね。多分研修医しかいないし。どうせ次の日来てくださいって言われるだけだよ。剣の白い、ん？膝の白いの。そうだね。あの、これは大会が用意したやつだからしょうがない。こちらもキックボクシングルールでね、第一試合目と同様、キックボクシングルールで行います。うん、そうだね。さあ、ゴングだった。さあ、お互いリラックスしてますね。いや、全く試合に対するビビりはなかった。それよりも青山にビビった感じだね。さあ、決まった。蹴りが異常に強い。すごいぞ、この蹴りが。助走がすごい。蹴りが異常に強かった。キック、パンチと。かっこよくねえよ、負けてんだから。かなりテルチャンピン選手、溜めて蹴ってきますね、石川さん。あ、これテルチャンピンのこのパンチとキックのコンボが結構気持ちいい感じで決まってきてますね。サウスポーに切り替えたんだけど。ただ、ワドも徐々に慣れてきたんですかね。少し間合いをうまく取り始めました、はい、パンチはね、一発だけいいのもらったね。さあ、どんどん前にテルチャンピン攻める。1ラウンドからかなりテルチャンピン選手一方ね、距離を取っていきたいワードなんですけどね。ちょっとワードの左足を少しこう1分経過、1分経過、少しダメージがね、蓄積されてると見られますね。お疲れ様でーす。さあ、不敵な笑みを浮かべるテルチャンピン。この時かな。さあ、一発、二発、三発と。今のかな。さあ、キック中心に。今ので折れた。キック中心に攻めていく。うん、足嫌がってるでしょ。これ、和道選手を前に行きたいんですけど、今ので折れた。この前がですね、ここで止まったでしょ。この時折れてる。すごいいい。この後はね、折れた状態で打ってるんだよ、これ。詰められない。さあ、ボディが決まったのか、ボディが。さあ、全然効いてないぞと、和道選手。風船ありがとう。アッコさん、ハートありがとう。うん、もうこの時折れてるから、折れた状態で蹴ってたよ。じゃあ、水選手。サバ打つ。楽しんでますね、結構試合をね。ここでサバ打つ。来いよ、来いよという感じで、少し挑発するような。リプレイ。表情を見せてますけど。こんな蹴りですね。リプレイできるよ。あの、足が、あのね、こうで打った、あの、こうで打つ癖があったから重たかったんだけど、その時膝ぶつけてんだよ、俺。うん、普通和道の勝ちなのに。え、違うよ全然。
積極性は全然向こうの方があったし、手数多いもん。こちらもキックボクシングルールでね、第1試合目で同様、キックボクシングルールで行った。いや、さ、サッカーの癖で、こうで蹴っちゃったの。そこに膝ぶつけたの。キックのコンボが結構気持ちいい感じで。この辺かな、ね、ただ、ワドも徐々に慣れてきたんですかね。あ、違う、これ終わってるわ。もうこの時点で足多分痛めてる、こいつ。ここじゃないな。キック、パンチと、かなりテレチョンピン選手、溜めて、この後、これ、ちょっと待って。ここで多分折れた、こいつ。あー、すごいぞ、この蹴りが。助走がすごい。キック、パンチと、この後かな。かなりテレチョンピン選手、溜めて、この2発目、ね、2発目、これ、今の。この2発目で折れてる、多分。その後嫌がるから。パンチとキックのコンボが結構気持ちいい感じで決まってきますね。あ、ありがとう、バタフライテール。これ、ワドも徐々に慣れてきてますね。足変でしょ。間合いをうまく取り始めました、ね。右足変な動きしてるでしょ。こっから足の数が減るんだよ。さあ、どんどん前に攻めるテレチャンピン。攻める。1ラウンドからかなりテレチャンピン選手。一本で距離を取っていきたいワドなんですけどね。次の日が痛い。もう、ちょっとワドの左足を少し痛い。1分経過。1分経過。少しダメージがね、蓄積されてるかもしれない。強かったね。強かった、本当に。さあ、不敵な笑みを浮かべるテレチャンピン。入場のところ、もう、さあ、いや、今流したよ、入場。さあ、キック中心に、キック中心に。正直言うと、手数多かったら判定で勝ってたかもしれなかったとは今考えると思うけど、手数出せなかったのが事実だから完敗なんだよ。あの時ああしたらよかったなんてなくて、手数多かったらスタミナでは勝ってたんだけど、手数が明らかに少ないから、これは負けだよ。これは負け。俺の負け。攻めていく。これ、ワドー選手を前に行きたいんですけど、このテルチャンピンのこの、前がね、足がね、ものすごいいいところで出てくるんで、なかなか前に詰められない。たられば意味ない。さあ、ボディが決まったのか、ボディが。あ、どうも、お疲れ様です。全然効いてないぞと、青山が強かったんだよ。リーチ長い、異常に。っていうかね、ちょっとサウスポー気味なの。変則的なの。だから距離感がわかんなかった。要は、ヒカルくんとか、みんな綺麗にやるじゃん、オーソドックスに。入れないっていう意味がわかった、青山の。要はね、もっと、と入ってバカバカ殴らないとダメだったのに、俺にその勇気がなかった。うん。ここでもサバ落ち、ね。楽しんでますね、結構試合をね。サバ落ち。来いよ来いよという感じで、少し挑発するような。ジャッジは K1 とかやってる人、超有名な人。ですね。これです。ラスト1分。ジャッジは超有名。結構スタートからテレビで見たことある。かなり攻め込んでるので、これがもしラウンド長引くとなると、結構状況変わってくるかもしれない。なるほど、はい。はっくり折れてても強めの、まあ、一方でワドー選手は割と落ち着いて、お疲れ様です。じゃあもう、そうですね、うん、狙ってますね、ワドー選手。ただテレチャンワダレフェリーって有名な前蹴りがね、前を詰めづらい。さあ、ラスト30秒ラスト30秒ワドー選手は足を使ってこう、うまいことかき回していきたいところなんですけど、少しやはり足へのキック、おっと、でもここで挑発する。来いよ来いよと足に。要はこれ折れてるの分かってるからもっと蹴ろっつって。ここに蹴ってみろと。ワドー選手挑発してる。いいよ。ラスト10秒。全然いいよ。全然いいよ。ステッカー会場でも売ってたけど。うん。いいよ。最高合戦にしてるけど。いや。はい。さあ、ここでゴングになりました。これかなり映像綺麗だと思う。後半はですね、結構パンチ避けてるんで。はい。前蹴りは怖くなかった。前蹴りは一発も当たってない。今前半は少しね、排泄がおかしい。硬かった部分は、要はローキックが嫌だった、俺は。おっと、ここで、おっと、注目の、双子の、ララピルルピが、ラウンドが、ね、本能で煽ったんであって、要はもっと足にダメージ。ララピルルピ見に来た方も、要は、もっと足にダメージ与えてやろうと思って嫌がらせをしたの、さっきは。折れてるの分かってたの、ここで。何ですか、石川さん、やっぱり。ボケボケじゃないよね。みんな画像、高画質に見れてるよね。高画質に見れてるでしょ。見れてない。これ二人できた瞬間、もうお客さんみんな携帯出しましたからね。高画質のはずだけど。いや、いいですね。体のラインがわたってあまりませんね。
綺麗に見えてるよ、ね、いや見てますね石川さん。いやいやいや、やらしいとこ見てますね。ある意味ラウンドはガラルの解説の方が詳しいです。うん、多分ね、正義の味方の回線の問題です。これお互いのダメージはどうですかね。ワード選手結構足食らってるように見えて、でも途中挑発するようなところあったんで、もっと来いよっていうような、ちょっとダメージ見えないですけど、はい、まあでも今も歩けてるので、はいはい、ちょっとテルチャンピン選手がね、ちょっとセコンドアウト、セコンドアウト、大丈夫ですかね、これ2ラウンド目。そう、俺出てよかったけど。あ、どうも、吉北さん、お疲れっす。生放送の方も。俺は、座ると嫌だったの。体力、スタミナは、切れてなかったから、左足、自分もダメージ確認したかったし、リングの距離感掴みたかったから、座らなかった、このラウンドは。まだ体力も残ってるし、息上がってなかったから、大丈夫だと思って。休憩しなかった。気が多くて重たいと。で、脇上げてるのは、乳酸を下ろすため。だから、ストレッチをして。ちょっとテルチャンピン選手がね、脇上げてる、腕上げてるはずなんだよ。その方が詳しいっすね。こうやって。うん、これはだから、選手に教わったの。乳酸を下ろせですね。さあ、これお互いのダメージはどうですかね。乳酸を下ろしてるの。ワード選手結構足食らってるように見えて、でも途中挑発するようなところあった。スタミナは残ってたね。スタミナは残ってた、俺は。それは映像で見てもわかるよ。で、もっと来いよっていうような、ちょっとダメージ見えないですけど、まあでも今も歩けてるので。俺は全然出てよかった。はいはい、ちょっとテルチャンピン選手がね、ちょっとセコンドアウト、セコンドアウト。大丈夫ですかね、これ2ラウンド目。俺むしろ便所さんに感謝してるよ。まあ現在今生放送の方も接続が多くて重たいと。一回切れちゃったんですかな、これ。はい。なんでね、見てる皆様ちょっと弾幕は落ち着いて、はい、コメントしていてくださいね。よろしくお願いいたします。見てる方もね。いい経験だよ。さあ、第2ラウンド。ありがとう、ベコベコさん。これからもよろしくです。フォローよろしくお願いします。ぜひフォローしてください。ワード選手はやっぱジャブを練習してきてるんで、かなり。そうですね。なんかね、なんかこいつね、右とか左に足をスイッチするんだよね。試合前の意気込みかなんかは。はい、ワード選手。やっぱり自分にとってやっぱジャブ。夢、ジャブを食らわすことが、やっぱ勝利につながると。なるほど、なるほど。まあ、やっぱりあとこれ、いいイベントだよね。超盛り上がってたよ、会場。機会をありがとうと。感謝の気持ちを持って。なるほど。勝利したいと。テルチャンピン選手には、死ぬなよというメッセージだそうです。俺と戦って死ぬなよ。なるほど、なるほど。まあでもやっぱり3ヶ月の練習がね、体もだいぶ8キロぐらい体重も絞ったみたいで。そんなに減ったんですね。さあ、リングの上で殺せるのか。さあ、テルチャンピン選手は大事なの結構ググっていきましたけども、ちょっと体力がね。スイッチするんだよ、こいつ。っていうかね、足が並んでるから、前足が出てないから蹴りづれえの。一分経過。これはどうなんだ？これスリップ。スリップ。これスリップ。スリップですね。スリップですね。さあ、これはもらった。これ思いっきりもらった。テルチャンピン選手ラッシュだ。さあ、顔面に入りましたね、ワード選手の。俺は痛かった。お互いだいぶ疲れてきてるようですけどね。少し疲労がね、出てきますけども、はい、最後メダル渡すと石川さん、こちら3ラウンドあるんでね、もう1ラウンドあるんですよ。結構長いんでね、お疲れ、レモネード。テルチャンピン選手のこの手数がですね、かなり不規則なんですよね。そうですね、来たり引いたり来たり引いたりと、そこにちょっと和藤選手が翻弄されてるなという。また来ましたね、また前に出てきましたね、そのいつラッシュがね、飛んでくるかわからないっていう予測不能ですからね、テルチャンピン選手。2分経過、2分経過。和藤選手もここでグッと前に一歩踏み込むと試合の展開変わってくるかなと。防御は結構硬いんですけどね。お疲れ様です、ファービーさん。いや、脳みそ揺れてない。さあ、前に出る。さあ、和藤選手前に出る。おっと、さあ、コーナーリングに追いついたか。さあ、ここでワード選手が仕掛けてきましたね。これをもっとやるべきだったんだよ。そしたら残り時間30秒、判定でも勝てたんだよ。もっと攻めるべきだったんだよ。こういう場面を多くしないとダメだったの。手数が増えてきましたね、あ、今これもらったな。チャンピオン選手のパンチが残り時間20秒、ワード選手に当たりましたけど、ちょっとどうですか、テルチャンピン選手疲れてる模様ですけど、残り10秒。テルチャンピン選手はこの前蹴りを使って距離をどんどん取られてこう、手数が遅い、手数がない、
手数がないね。いや、素早いし、うまいよ、やっぱり。強いよ。こちらの戦い。何より右のローは、ほんといて。ちょっと3ラウンドにこれかけてるんですかね。体力残して。ただ、後半少し空振りのパンチも目立ってきたので、落ち着いて当てていけば。はいはい。これはクリーンヒット一発もねえかんな。試合展開も変わるのではないかな。そうですね。一方、デルチャンピ選手、疲労は出てるんですけども、やっぱり前蹴り、手数が多い。定期的に放つことによって、ちょっとワイド選手が前に来れないように、ね、当たってるんだよ。単品の方が俺の顔面に。俺ね、インローとアウトローとパンチ2発ぐらいしか当たんなかったんだよね。セブンイレブンの上げ止めだけですね。クリーンヒット2発ぐらい。美味しいですからね。俺も足怪我してるけど、チャンピンが折れてるね。ただテルチャンピ選手、事前には僕は長板が得意だったんですけど、折れてはないと思う。今日朝起きた感じで。それよりやっぱ蹴りの方が。そうですね。やっぱり蹴り中心に。確かしてるイメージですね。小畑選手と戦ってる間にそっちの方が有効なのかな。セコンドアウト。セコンドアウト。さあ、第2試合で相手も笑ってもこちら最終ラウンド、果たしてノックアウトされるのか。相手も負けたここで決着がつきます。そうですね。あ、痛みは引いた。アイシングかなりやったから、1時間ぐらいやったから、痛み、腫れも痛みも多少引いたよ。だから捻挫だね、俺は。お互いここでちょっと冷静になってきましたね。そうですね。序盤に比べてだいぶ落ち着いてきましたね。ローブローで。やっぱテルチャンピ選手の前蹴りがちょっと和藤選手にとって少しやりにくそうですね。防御してたよ。だからクリーンヒットはない。顎に一発、テルチャンピ選手結構蹴りを出してる。自分も少し疲労が出てきてますね、はい、よぎった。和藤選手テンポが良くなってきましたけど、非常にいいですね、和藤選手ね、うん、俺が攻めてる時なぜかサバをするんだよ。攻めてる画像が出てこない。攻めてる時にね、サバ落ちしてたんで。おっと、テルチャンピちょっと今、膝に手をつくような感じで。ちょっとね、スタミナが切れてるんですかね。第1ラウンド結構詰めてきましたからね。はい。ただここで和藤選手もう一踏ん張り行きたい。テルはもうスタミナ、相当練習は積んできてるんで、スタミナは上げてきる。さあ、前に出ようとするが、テルチャンピン選手が蹴りで間を取る。この蹴りがすげえ嫌だったな。さあ、この蹴りで間を取る。なかなか、ワード選手前に行けない。おっと、今ちょうど、左頬にテルチャンピンのストレートが当たったか？いや、もうお互いの闘志がすごいですね。このパンチを打った時のこの汗のしぶきが。はい、おっとここでテルチャンピン選手のキックが。2分経過、残り時間1分。ボディにね、炸裂しました、今。さあ、どうした、お互い。さあ、もう意地と意地のぶつかり合いですよ、石川さん。魂ですね。もう立ってるのも結構きついんじゃないかな、フラフラしてて。おっと、和道も前に出ていく。もう一回必要機会あったら出る。残り時間30秒。もう一回してこの、もし仮に動きあったら出るよ。ほんとここ出るチャンピオン前出る。呼ばれたらね。でも出場権利はないから俺。出るチャンピオンのパンチもやっぱ確実にヒットしたんですよ。もし仮にあったら出るよ。うん、残り時間10秒。わあ、蹴りに蹴りが。2発入りました。ゴング鳴った瞬間、お互い腰落ちた。すごい戦いだった。すごかったですね。お互い倒れずに、こちら判定ですけど全く分かりませんね。これは難しい。難しいですね。まあ、今回の試合ルールとして必ず勝ち負けが決まるんでね。あ、世田谷ベースさん、どうもどうも。テルチャンピン選手の判定勝ちです。おそらくですけど、判定よりテルチャンピン選手の勝利です。放ったパンツのやっぱヒット率、そうですね、はい、12ラウンドなんかやんねえわ。やはりコンスタントに足技を使っていくところと、そうですね、間合いを取りつつ、やはりパンチのヒット率、はい、が影響したんではないかなと。やっぱり手数がですね、多かったですからね。だから和藤選手も良かったですよ、最初はね、少し押され気味な部分ありましたけども、はい、やっぱり3ラウンドに持ち込んで、持ち前の体力、発揮できたんじゃないかなと思います。
さあこちらも素晴らしい試合でした。このお互いが倒れないって、ね、ある意味悔しいじゃないですか。そうですね、安定になってしまって、はい、本当に和道選手もね悔しいと思います。熱いお二方に皆さん拍手の方をお願いいたします。まあこんな感じだったね。まあこんな感じでした当日は。ありがとうございます、応援してくれてた方。ありがとうバーガー10個、うん、そうっすね、体が回復したら旅に出ようと思ってますね僕は、うん、いや判定負けでしょこれは、これは判定負けでしょ、うん、ありがとう、うん、お疲れ様2人ともいい試合だった、お疲れ様。ロハコと意外と存在感なかった。でかいんだよね。でかいよ、ロハコさん。うん。あ、花火5発ありがとう。マキルありがとう、花火。ありがとう。やりきった。KO されるぐらいの方が良かったかなって思ってるかな。もっと前に出て、打たれるのにビビって前に出れなかったから、だったら、そのもう一か八かにかけれなかった自分がいるから、うん、情けないかなちょっと、うん、一か八かにかけるような感じに行きたかったな、うん、あいいよ旅出る前リアトツ、あといろいろ考えたんだけど、あの会場でいろんな人リアトツしてくれたんだけど、このリアトツの旅は数カウント増やしません。あの負けたんで、あの多分ね100人以上になるんですよ今回のそのリアトツ、23人は確実にいるんで。ただ今回のノーカウントですいません負けたんで、あの今回捨て頃でリアトしてくれた人ノーカウントでちょっと勝ってないんで、自分に縛りを与えます、よろしくお願いします。77現状維持で、セコンド最低2人いる、どうだろうね、セコンド2人ぐらいいた方が安心だけどね、正直言うとセコンド2人っていうか、まあ5人ぐらいいてもいいんじゃないかなと思うけど、旅再開はまあ怪我が治ってタイミング見ていこうと思ってる、うん、練習の成果は出てる、試合に歩いていたのは、ん？試合後に歩いていたのはワド、3ラウンドまでノーダウンだったけどね、でも結局それは俺が打たれるのを怖がって前に出れなかった証拠だから悪さが出てると思ってる、うん、この試合を見てリアドする人増えますね、そうだといいね、あ本当に15日以降なら OKOK、まあ、タイミング見て LINE ちょうだい、うん、せっかく来てくれた人かわいそうじゃない、だけどまあ旅で出会うよ、俺が会いに行くよ、みんなが住んでるところに会いに行くから、うん、最後に立っていて歩いていた和道の勝ち、いや違うよ、負けは負けなんだよ、うん、今月会いに来た、あ全然いいよ香里、全然いいよ、 LINE ちょうだい、あのリアトツいつ来れるのか、リアトツ町の日程とかを送るから、そうしたら、うん、まあでも東京離れてちょっと地方の方に行こうかなと思ってる、てててて、あー足いって、マジで、まあでもね、いい経験させてもらったわ本当に、やっぱ気持ちが強いやつが勝つんだね、次回もし捨て頃は第2回やるんだけど、勝った方しか出場権限がないっていうのは聞かされてたから、俺にはチャンスないんだよ、でももしなんかの枠で便所さんがワードチャンスやるよって言ったら確実に出るね、うん、俺から LINE することはないですリスナーさんに、普通3人、椅子の出し入れ、頭冷やす、ワセリン塗る人、そうだね、大体普通3人ぐらいだね、まあでもほら本格的な格闘技じゃないから、
うん、青山仲悪くないよ、むしろ仲めちゃめちゃいいかな。勝っても負けてもリングに上がったことは何かに勝ってる。どうなんだろうね、リング上がれたのはすげえ楽しかったし、リングで緊張したとかはなかったかな、飲まれたとかなかった。そうだね、うん、沖縄かロシアなんでなんで、うん、いい経験、やっと緊張から解放されたね。違うんだよ、それがね、今日やっとぐっすり寝れると思ったら、俺今日ずーっと青山に足を蹴られ続ける夢を見た。要は試合の夢で、うなされてうわーっつって起きた。もう痛くて、でまた寝るじゃん。そしたらもう夢の続き。普通さ、夢ってさ、覚めて寝ると別の夢見るじゃん。違うの、もうね、今日3回ぐらい起きたけど、全部夢が青山に蹴られ続ける夢。要はもう試合で痛くて悔しくてっていう夢だった。解放されてない、むしろ、うん、試合後打ち上げ行ったんだけど、もうお通夜だったね、お葬式。誰も、もうあのウッドさんっていうね人が気聞かせて話しかけてくれたけど、俺ももう疲れ切ってるし、ごめんって言って、俺がもう今日帰らせてって言って、朝までいなかった、飯食ってすぐ帰ってきた。で放送始めた、うん、人生に勝ってる、前向きに行きましょう。やだなその夢、いやーやだよね。あ、記憶を整理するんだ。俺より強いやつやにく、俺より強いやつばっかりじゃねえかよ、俺が一番弱えんだから、うん、試合の後の後遺症ですか、わかんない、なんか嫌な夢ばっかり見る、悔しい夢を、うん、そうだね、旅しながら、石川さんさすがだね、石川紀之はもう圧巻だよね、すげえ面白かったもん。俺写真撮影の時ずっと隣だったんだけど、ずっと笑わせてたよもう、うん、面白かった。世界で一番強くなりたい、うーん、どうだろうな、いやファイターじゃないからそういうのはないけど、なんかリスナーさんと勝利を共有したかったから、ごめん、ヘタレだったわ。だからチャンスもらえるんならもう一回やりたいなっていうのあるよ。チャンスもらえるんだったらもう一回猛練習したい、1年間キックボクシングのジム通ってもっともっと技を覚えてハート強くなってもう一回やりたい。旅はどこ回ってきたの？いや東京からずっと千葉、茨城、茨城、福島、仙台まで行ったのか、宮城まで行ったね。休憩中もずっと解説、試合後は枠取って喋りっぱなし。いや楽屋でも喋ってたよ、もう3時に入りに入った時にはずっと喋ってたよ楽屋で。でずっと爆笑を取ってたよ、あれモンスターだよ、ずっと喋ってたもん。で全部笑い取ってたもん、5分おきぐらいに大爆笑を取って、もういろんなところで笑い取ってぐる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 、あれはもう喋りの人だわ、生まれながらのおしゃべりモンスターだよ。 KP フリーランサー、 KP 演出なんかないって、ロハコさんがいなくなって本当にてんやわんやしてたんだよ、うん、いやマジで俺焦ってる顔したじゃん、試合前にどいつもこいつも身勝手な行動ばっかりやりやがって、本当に天才だよね石川紀之は。いや思った思った、いやバカズが違う、うん、次回大会のために月1練習枠やることにしました。あ、いいじゃんいいじゃん、いいと思うよ。でもね、タチュヒコがやるべきなのは強さの方じゃなくて、あの便所太郎さんとかとこまめに連絡取り合って、本気で俺も捨て頃出たい、だから有名になる方法を教えてくれっていう、そのなんか配信者として腕を上げるべきだと思うの。なんかいろんな人がいるんだけど、俺の方が強いっていう人いっぱいいるけど、そうじゃなくて観客を呼ぶ力をつけないといけないと思うから、タチはもう強さは保証されてるし大会盛り上がるんだから、要はなんか配信生主としての力をこの1年でつけないダメだと思うよ、うん、もう徹底してその大手さんと LINE 交換できたわけじゃん、いろんな人と。でもう俺有名になりたいっす、次回捨て頃出たいんで絶対出たいんで、あの
閲覧取るようにしたいんでっていう、そういう、そう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 。だからドレさんが30人だった時、すごい勇気いったと思うよ。ツバニャン呼ぶから頼むって。絶対お、最後のチャンスだから頼むって本気で、そのお願いしたと思うの。あの、便所さんに。あの、便所さんとかと関係深める方がいいと思うよ。うん。演技なんてないよ。あれは目立つための演出。ない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 。本気焦り。本気でロハコさんいなくて、裏、楽屋バッタバタだったんだもん。ロハコさんがいない、ロハコさんがいないって。5秒前までいたのに、隣にいて、リングインするよっつって、音楽鳴ったらいなくなってんだよ。それはびっくりしたよ。タチュヒコさんすでに売名のベースができてるし、いけるでしょ。いや、閲覧取れなかったら呼べないよ。だって、チケット売れないんだもん。うん。タチュヒコ面白いよ、配信。タチュヒコ面白い。要は、あの、運動神経ないから、ロハコさん。要は、リングに上がっちゃったら、ロープで降りられないって判断したらしいの。要は、リングからロープくぐって下、階段ないと降りられないから勝手に裏に回ってたの。観客席の方ぐるっと回ってたのよ。勝手にだよ。すごくない？スタッフの命令無視して、ぐるーって回ってたの。歩いて。そのさ、選手入場の時にさ、セコンドがさ、観客席の方を回って歩くって絶対ご法度じゃん。すごいよね、ロハコさん。うん。超焦ったよね、タチュー。俺嘘ついてないよね、タチュー。俺全然嘘ついてない。タチューはだって楽屋にいたんだもん。裏方でいたから、一緒に探してくれたんだもん。ロハコさんいない、ロハコさんいないって大騒ぎだったよ、本当に。うん。そうだよ、ドレスさんから便所さんにお願いしたんだよ。そう。いや、一声かけてくれればいいのにさ、それならそれで。みんな探してたよね。もう試合前に何なんだよって思ったもん。試合前に何やらかしとんじゃん。アドリブだよね。美味しいよね。そこがやっぱロハコさんらしくていいよね。うん。お疲れ、カブニヒト。ごめん、負けたわ。申し訳ねえ。負けちった。マッチメイク変、不公正、セブンさんかわいそう。体格差考慮されてない。いやいや、体格差はみんなあるよ。ポンスケと、例えば、ドレさんも、ミヤビさん体格差違うでしょ？で、ポンスケと、ベンド太郎も違う。俺とテルも10キロぐらい違うから、全員違う？うん。だから、マッチメイクが変なのは、あの、格闘技のイベントじゃないからだよ。なんか、因縁を晴らすっていう、喧嘩が元になってるからだと思うよ、カノン。でもね、セブンさんは2戦やったのは本当にすごいと思うし、本当に強かったよ、セブンさん。かっこよかったよ。うん。まあね、だから、そうそう、格闘技のイベントっつっても、そう、格闘技がメインじゃないよっていうことを忘れないでほしい。やっぱり配信者の因縁とかを晴らしたりとか、そう、どっちとどっちが強いんだっていう、体格差関係なくっていうのが、この捨て頃の魅力だからさ、カノン。セブンさんは強かったよ、本当に。ロハコさん特注のカメラも欲しかったね。うん。うん。ねえ、いい大会だったよ。延長ルールだったらワドもチャンスあったと思う。どうだろうね。結果論だから、たらればよくないよ。俺は負けだなって思ったもん。まゆみのマッサージしたら絶対勝てるって言ったのにね。全然勝ってないからね。あ、どうもどうも、青じい。お疲れっすー。お疲れっすー。金ちゃんのダウン、スリップに見えた。いや、金梅さんは聞いてたね。もう、足すげー引きずってた。動画は、あれ、YouTube で捨て頃和道って検索したら出てきたよ。うん、今回振り返るのは和道チャンピオンの試合だけ？いや、だって YouTube でみんな勝手に見れるじゃん。なんで俺が他の人の解説すんのよ。結果通りでしょ。いやー、よかったね。俺はヒカルくん勝った時泣きそうになったね。超いい試合だったよね。俺なんでヒカルくんが MVP じゃないんだろうと思ったけど。うん。いや、あれだよ。技術的にはセブンさんすごい上手かったんだよ。ただね、ヒカルくんがすごかったのが、膝でどうしていいか分かんなくてダメージなかったところをね、あの、セコンドのミノワマンさんの指示で、前蹴りに切り替えるんだよ。2ラウンド目から。それがスタミナ切れたセブンさんの腹にガッツリ入って、で、膝が揺れて、ガードガクンって下がんの。その時にフックが入って止められんのよ。だから、すごい。あの、膝からね、前蹴りに切り替えたタイミングがすげえ良かった。ミル、お疲れ。
お疲れ、ありがとうね、物販。楽しかったでしょ、スタッフ。スタッフ側の方が楽しいでしょ、観客よりも。タダで見れるし、裏側見れるし、いろんな人と関われるし。うん。ゴロリの隣に座ってたからね、ミュール。ミノワマンから技術はセブンが上だからって言われてたみたい。それそうでしょ？あれはどう見てもセブンさんの方が技術は上だったよ。気持ちで勝ったんだよ、ヒカルくんは。それがすごかったの。気持ちで完全に勝ったんだよ。ねえ、練習と本番全然違うよね、ガイアさん。ミュールウギウギしてた。女子も閲覧あれば出られるんですか？閲覧があれば出られるんじゃない？それそうでしょ？客呼べるってことだから。うん。出られると思うよ。うん、だって、儲かるじゃん、便所さんは。うん、解説してる？どういうこと？何が言いたいの？うん、よくわかんないんだけど、正義の味方。病院行かないみたいだね、青山。病院行かないんだ。あー、そうなんだ。まあいいんじゃん、本人だから。頭掴んではね、ボクシングじゃないから、ムエタイだからオッケーなの。あれは、あれ、オッケーです。頭掴んでは首相撲って言うんで、あれはオッケーだよ。極端な話、頭掴んでパンチしてもいいの。ムエタイルールは。だからあれは、ちゃんと、事前に説明されてる。打ち合わせの段階で。あれ、土壇場で本番しか見てないから、みんなは。本番の短いルールで説明で試合開始だと思ってるけど、違う違う。打ち合わせの段階で和田レフェリーから10分間細かい。腕掴んで OK ですよとか、首 OK、これはダメって言われてる。タカさんいらっしゃい、うん。盛り上がるような組み合わせでないというのある。そう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 。あくまでお客さん目線じゃないと意味ないから。自分が出たいかどうかなんか関係なくて、興行側は売れるか盛り上がるかしか考えてない。それで正解だから。弁護士さんにもう一回声かけてほしいですよね。うん、負けたから無理でしょ。他の試合の解説、レクチのかっこいい音入れてたとき、え？レクチのかっこいい音入ってきたときどんな感覚？だからレクチの音源は使えなかったんだって。入場曲近かったじゃん。間に合わなかったのよ。他の試合の解説っていうか、ね、ちょっと待って。なんで他の試合の解説あんま見たくないかっていうと、それぞれがやるべきだと思ってて、ゲストに呼んでやろうと思ってんの、それは。例えば、ドレさんと対談をした時に、あの試合振り返りませんかっていう枠をやろうと思ってて、なんか俺が言うと悪口とかさ、気分悪くなったら嫌じゃん。なんか、自分の、AOE？ なんだ？ダメだ。今日なんかおかしいな。ブリってるだろ、お前。桃菜のゴリ押しタイムは正直萎えた。あれは俺は家で笑ったけどな。ポンスケも練習してないのにやるなと思った。いや、強かったよね。うん、次回、もし、便所さんがワドをやるか、チャンスやるよって言われたら俺はやる。うん、そうね、とか言って。ブリブリ、うん。なかなか出てこれなかったの、焦った。焦ったよ。うん、他の解説はやらないかな。うん、そうそう、ディスってると思われるし、俺が負けてるから、あんまりやりたいっていう気分にならない。なんかリスペクトを持ってやりたい。あとね、もう一個あるんだよ。あと、楽屋の風景録画したんだけど、ごめんなさい。YouTube にアップしないです。あ、ブリってない？大丈夫？楽屋の風景撮ったんですけど、放送禁止用語が連発で、女の子も男もチンコ丸出しで着替えるし、放送外の喋っちゃいけない話とか裏話が多すぎて、カットしようと思ったら全部カットです。はい。ごめんなさい。使えません。はい。一切使えるシーンがありませんでした。はい。ごめんなさい。楽屋は YouTube 無理です。みんな男も女も関係なくチンコとかおっぱいとか平気で出すは、もうダメです。楽屋はもう使えたもんじゃありませんでした。ごめんなさい。うん。とても、放送できる内容ではございません。申し訳ない。P、うん、とかモザイクだったらずっと P とモザイクだわ。それくらいひどい。ずっと P とかモザイクとか、もう、すごい、みんなリラックスモードで、配信者としてじゃなくて、楽屋トークを炸裂してたんで無理です。
はい、モザイクとビーじゃ対応できません、うん、無理です、僕は無理です、はい、オール品、禁止用語です、もう放送禁止用語です、はい、この後ジムは次回やめて、え、どういうこと、このあのジム、このあのジムって何、このあのジムは次回やめて、え、どういうこと、可能、何このあのジムって、うん、いや無理無理無理、本当にみんなね、カメラ回ってない時えげつないトークするから、いや万覚悟でも無理です、うん、おみかんいらっしゃい、うん、そう、とてもじゃないけど無理です、カメラ回ってない時の配信者がいかにキチガイかがよく分かってる、まあ1個のイベントでもすごいよね、ツイキャスの歴史で3位だよね、行ってたジム、行ってないよ俺ジム、俺ジム通ってないよ、自主練してたんだよ、うん、俺カノンジム1回も行ってないよ、自主練だよ全部で、もし捨て頃出るんだったらジムに通うよ、今回から次回もしあったらね、仮に、いやー強かったねドレさんね、客層が予想外すぎた、チンピラみたいな多かった、全然多くないよレクチー、地下格闘技は一番客層悪かったような輩みたいな人じゃん、あれよりもひどい、モンモン入った状態のが全員とかだよ、地下格闘技って全然客層良かったよ、もうほんと引くよ、もうヤクザの集会みたいになるんだから地下格闘技って、不良とヤクザとなんかすごいよ、もうほんと客層全然いいよあれは、むしろネット好きの人が集まったって印象で、俺捨て頃の裏が見れて超楽しかった、物販もやってよかったね、面白かったよね、うん、ブラジルさんいらっしゃい、歴代3位かなツイキャスの歴史の中で、そうだよ、あーまあツイキャスのリスナーって感じだったよね、リスナー層はセブンさんとかヒカルくんだからメインで多かったのは、あれはセブンさんリスナーとかあとね、フワッチ配信者はほぼ全員集合してたのを笑った、ツイキャスのイベントなのにね、フワッチの配信者ほぼ全員いたからね、ワンタロウいたでしょ、リナネコいたでしょ、アメリカ人いたでしょ、あとなんだっけユキチとかもいたし、シュマジ、え、シュマシロウとかもいて、な、全員集まってんなこいつらみたいな、フワッチの売名ひどいなと思ったもん、タチュヒコさんはそこで戦ってる？ん？そこってどこ？そうそう、地下格闘技の世界で25戦やってんの。ペルチャンピンがシャワー後にチンコ見られたらしい。ああ、もうひどかったよ。だから、そういうのがずっと。ワドさん、ニコ生時代の頃からリスナーいたっけ？どんどんワドさん好感度。すごかったよね。多分ね、リスナーさんから声かけられたの、俺多分一番多かったよね。会場内で。すごい、写真撮ってください、写真撮ってくださいっていっぱい言われたもん、多分ね、リアトツ一番多かったのマジで俺だと思うよ、なんかみんなはそう固定のファンのところにずっと溜まってる感じなの、ヒカルくんのリスナーがヒカルくんのところ行くとかじゃなくて、なんか俺はね意外だったのが、あと女の人が多かったの、女の人がずっと男の人も3割ぐらいで、女の人7割ぐらいかな、会場にいた人は知ってると思うんだけど、普通になんか女の人からね、写真求められることが多くて嬉しかった。和道リスナーっていうよりも、和道のことを知ってるっていう人が多かったんじゃないかな。うん。ふわっち祭りみたいになってたよね。うん。多かったよね。可愛い子多かったよね。うん。男の生き方。うん。いや、和道ギャルズではないと思うけど。手頃のプロモーションビデオの和道が面白かった。あれを作ったのは便所さんだからね。ルルピララピとは喋ったっていうか、喋りかけてくれて、プロの格闘家ですかって言われたね。ルルピララピは俺のユニフォームを見てタバコ吸ってたら、プロの格闘家さんですよねって言ってきたから、違うよって言って。俺配信者だよって言って。なんか、何か変なやつが紛れ込んでるみたいな扱いだったね。ルルピララピからは。プロの人も出るんですねみたいな、いや俺プロじゃないけどみたいな、プロレスラーじゃねえけど、うん、
まあまあ、だってフワッチがね、キャスを元に設計してるからね、明らかにこのサイトは。ステッカー変えようとか思っちゃったりして。まあいいじゃん、いいじゃん。うん。ステッカー買うほどではない配信者なんでしょ。ステッカー買うほどではないけど、写真は撮りたい配信者なんだよ。うん。いやいや、負けは負けだよ。グッジョブ。グッジョブ ?GG。うん。スタイル良すぎたね、ルルピララピ。まあね、芸能界所属してるぐらいだから、やっぱ、綺麗さが全然違うよね。あと、ヒイラギリオちゃんが抜群にすごかったよね。いや、どうなんだろうね。意外と、だからニコ生からやってたからじゃん。意外と結構声援も多かったし、声かけてもらえたよ。知名度はあるんだなと思った。これ、じゃあ、あとね、みんなね、ワドーワドーワドーって言ってるかと思って、そっちに手振ったの。あーいって手振ったら、なんか、誰お前みたいな顔されるから、あれと思ったの。ワドーワドーって聞こえたの。いろんなところから、おいワドーワドーワドーって聞いたら、それで、ナーボーだったの。ナーボーナーボーって言ってたの。俺じゃねえのかよ。すげえ赤っ恥かいたんだけど、俺。ナーボーの声援、俺、手振っちゃったんだよ。やめてくんない?ほんと。ナーボーとワドーは、ちょっと紛らわしいから、もう本当に勘弁してほしかった。クソ恥ずかしかったんね。なんだこのリアクションって。反応悪いなとか思って。なんで呼んだんだよとか思ったら、ナーボーリスナーだったからね。いや、紛らわしくない?ナーボーとワドー。いや、もうアスペ感マックスでしょ。あいつほんと空気読めないなみたいな顔してんの。なんか客が、いや、お前がワドーって言ったから手振ったのになんだよとか思って。うん。青山コールが全然なかったから驚いた。青山男の人のファンが多かったよね、歓声が。うん。カイトキットいらっしゃい。ゴロリさんがワドーは詐欺師だから囲いやめなさいって言ってた。じゃあゴロリさ、ワドー死ねって声援してたらしいかんね。あのミュールから聞いたけど、試合中ずっと死ねって言ってたよ、ゴロリって。死ね死ねって叫んでたよって。マジゴロリ最悪だよ、本当に。うん。レンドさんのセコンドさん、イモンさん倒したい。あの人体重何キロ?あ、イモンちゃんは絶対マッチメイクないですよ、カノンさん。なんでかっていうと、イモンちゃんプロボクサーだから。無理です。絶対に捨て子のリングには上がりません。プロです、あの人は。プロボクサーです。うん。いや、もうゴロリほんと殺意湧くよね。まあでもゴロリにビールもらったからいいんだけど。便所の時の太郎コールも和道に聞こえた。お疲れ様。あ、ウッド、どうもどうも。ごめんね。なんか全然喋れなくて。うん。ありがとう。ごめんね、ウッド。今後ともよろしくね。うん。ひどいコールだよね。しねしねまめいてたんでしょ?隣で。うん。ゴロリ悪いやつだよ、ほんとに。ゴロリほんとに悪いやつだよ。しょうもない。ユイがバーサスワドーとか見てみたい。なるほど。なるほど。俺地味に、本当に次回捨て頃あって、もし仮に出れるとしたら、俺ぶっちゃけタチュヒコ指名するかもしんない。俺タチュとやりたいっていうのはちょっとあるかな。もしあるんならね、前座でもいいから試合出させてもらえるんだったら、俺はタチュヒコ指名するかな。うん、タコさんありがとう。ゴロリと昔から仲悪いよ。うん。ユガさん逃げたね。まあね、いや分かってるよ、ゴロリが死ね死ねって言ってんのは。うん、そうそう、まだデビュー戦がないの。うん、デビュー戦ない。ゆいがと浅井さんの対談を見たい。あ、全然、ブッキングするよってゆいがさんにはずっと言ってるよ。ただ、噛み合わないと思うよ。多分ね、みどりさんとかの方が噛み合うと思う。俺の予想。うん、いや、次の試合ないと思ってるよ。うん。だってもう、負けた方でないって言われてるから。うん。わどちゃん来てなかったら、便所さんが結構気を使って話しかけてくれた。あ、そうなんだ。便所さん優しいからね。だからほら、人柄だから人が集まってくんのよ。レンドさん、気使うし優しいから、だからみんなに好かれんのよ。ファンになったでしょ、レンドさんの。今回のプチお笑い1位は、ドレさん物販売れない事件。あれはもうダントツ1位でしょ。
もう買ってあげて、ドルさんのライターとか。10万円かけて、ステッカー何種類も作って、ライターとかも作って、物販4個しか売れなかったわ。もう腹抱えて笑うぞ。ドルさんめちゃめちゃ凹んでた。笑うよね。その時の顔がこれだかんね。ワード。どうやったらライター売れるかな。俺頑張ったよな。俺頑張ったよな。俺有名じゃないのかな。ワード売れてんの？この笑顔だから。ワード。物販売れねえよ。大赤字だよ。格闘技が、いや、俺格闘技だけでいいと思うけど。うん。歌は2個ぐらいでいいんじゃないの？おう、ルリお疲れー。うん。入場はコントでしたか？いや、そんなんじゃないよ、マリアン。あれは、ロハコさんがアドリブかましてきたんだよ。桃の、そうそう。前から俺が言ってたの本当だったでしょ？桃菜のあの実物の方が可愛いよっていうの本当だったでしょ？あの、画面だとすげーブスに見えるんだけど、実際見るとそうでもない。普通に可愛い。可愛いっつってもなんか、ね、あれだけど。格闘技の生放送を見るっていうのが初めてっていう人を引っ張り込んだのが良かったかも。ねえ、面白かったよね。企画として年一ぐらいで見たいよね、また。うん。ドレさんね、いいよね。うん。ドレさん、ワド試合に負けたがお前はよくやった。いや、負けちゃったよ。うん。いや、全部見たよ。なんつうの、ステージ裏でずっと見てた。ステージ裏でずっと見てたね。うん。ああ、なんかトイレタバコタイムだったらしいよね、カノンね。あ、やつの写真撮ったんだ。よかったじゃん、ミュール。あれは金払ってじゃ経験できないからね。客とスタッフはまた一味違うんだよ。スタッフのいいところは、ただでボランティアスタッフになっちゃうんだけど、あの、配信者にかなり近い裏側を見れたりとか、本当にスタッフとして扱いだから、お金かからずね、チケットも入れるし、いいよ。ただ、労力は使わないといけないけど、いい経験になるぞ。だからプロリスに一個近づいたんだよ、ミュールは。お客さんにアンケートとか配ってなかったね、うん。そう、スタッフは面白いよ。だからスタッフハマる人とか、裏方に回るリスナーさんとか多いのよ。うん。うん。いや、だから、ね、やりたい人とか全然、スタッフになりたい人とか声かけてくれたら、企画とかでさ、あの、物販とか全然、やってください。あー、そうだね。マルコス歌ってもらいたかったよね。コエル。いや、負けたらいい試合じゃないよ。もっとなんか、俺が想像してたかっこいい試合と全然違う。これ泥試合って言うんだよ。泥試合でしょ。KO された方がまだマシだったね。KO された方が良かった。ただ、青山に一発だけパンチバチコン入って顎ガクガクだよ、今。聞いてはいい。脳は揺らされてないけど、顎が痛い。とにかく。うん。顎がとにかく痛い。いや、まあ、負けたらダサいよ、そりゃ。負けたらダサいに決まってるじゃん。え？足の腫れ少し引いた引いた。アイシングが効いた。多分ね、重い捻挫だと思う。まあね、ステージ立てたのは、いや、いい経験だったし、緊張も全くしなかったしね。うん。俺負けたよ。あ、そうだね。俺バーサス小学生の怠慢とか面白そうだ。小学生のアンチリスナーは、バーサス和道とかどうよ。俺が小学生を馬乗りになってボコボコにするっていう。それやろうよ。
それなら俺出るわ。それなら勝てるわ。もう小学生に生きって、もうボッコボコにする。それやろう。ごめんね、みほちゃん。申し訳ない。うん、それやろう。俺はそういうのやりたい。もう絶対勝てる試合やろう。もう強いやつとマッチメイクだ。弱いやつとやりたい。弱いやつと。もう誰かかませ犬用意してきて、かませ犬。かませ犬用意してきて。絶対勝てる相手をとやろう。青山は強すぎた。モンスターペアレンズを敵に回すところが和道らしくない？モンスターペアレンズたちのコメント欄荒らされるっていうのは和道らしいでしょ。金敵マヘゲリ？練習はもうコリゴリだよ、もう。コリゴリだよ、西風さん。いやいやいや、にゃんこ山さん。そうだよ。正義の味方が言ってんのが正解なんだよ。負けた選手を慰めるのは良くない、うん。やりにくかったね、正直。やりにくかったっていうか、俺はリングで俺に負けた。本当に。勇気がなかった。うん。自分の悪いところが全部出てた。リングはね、いいところも悪いところも全部映す。新ヤッチはね、多分強いよ、練習したら。筋力もあるし、反射神経もいいから。ただ、格闘技の経験がないだけで、荒野には勝てる。うん。鮫島さんめっちゃ強いよ。捨て子の時言ってたもん。ワドお前バカだなって、絶対勝つのは後ろからバットで殴るんだよって。後ろから包丁で刺すんだよって。拳銃で撃つんだよって。お前らだからバカなんだよって言ってたよ。俺はお前らに勝てるよって。俺はお前らを寝込み襲えるもんって言ってて。ほんと強えなと思ったよ。もったいないさん、お疲れ。うん。あ、いいよ、いいよ、まひる。うん。そうだね。本当に自分との戦いなんだなっていうのがよくわかった、格闘技は。うん。練習しなかったら多分1分1ラウンドで負けてただろうね。3分間まず立ってなかったと思う。もうダウンで速攻 TKO だったと思う。だけど、負けは負けだね。勇気がなかった、俺には。足はダメ。まあ、それが現実だわな。本助良かったよ。っていうか、もう全体的に良かったよ。試合自体は。俺的には、その格闘技系。だって、ナーボーの柔道対決なんか誰が見てんだよと思ったら、一本背負いぶちかましたかんね。超かっこよかったよね。俺、ナーボーにはちょっと謝りたいなと思う。パルパルナーボー戦いらないって言ってたから。誰が柔道なんか見てんだよ、バカとか言ってて。盛り上がるわけねえじゃんとか言ってたら、あの巨体のパルパルを一本背負いでぶん投げたかんね。超かっこよかった。一本かよと思って。お、アリスお疲れ。そうです。捨て頃の和道です。捨て頃で判定負けをした和道です。全試合熱かったよね。うん。あ、そうだね。ボクシングルールでやりたかったかな、ちょっと。うん。ナーボー湧いたよね。ポンスケはドレさんに30分だけ教えてもらっただけらしい。ポンスケとドレさんコラボしてんだ。まあ、俺らね、配信者のね、好きなリスナーさんたち、俺らはさ、配信の畑で育ってるからさ、ね、やっぱ、アクティブ3万ってすごいよね。だって累計何人ぐらいいった？ 20 万人ぐらいでしょ？累計。累計20万の最高瞬間視聴率が2万9000でしょ？ふわっ、ツイキャス歴代3位はすごいと思うよ。かなりの記録だから。うん。さとみさんは上がり賞で、もう楽屋で誰とも喋んないぐらい、全員挨拶して無視されたもん、ずっと。無視されたっつうか、みんな話しかけてんのにガッチガチに緊張して震えてんの。里見さん上がり症なのよ、すごい。だから、4回目ぐらいの挨拶でやっと、ああ、和道くん、みたいな。それくらい上がってた。あ、ごめん、みたいな。緊張しいなんですかって言ったら、カチ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 歯鳴らせながら、震えてたよ。そう。めちゃめちゃ上がり症なの。楽屋、すごかったもん。うん。
一本背はかっこよかったよね。じゃあそろそろ終わりにします。皆さんありがとうございました。今日の放送はこれくらいにしておきます。最近ちょっとごめんね、なんか放送頻度減って。そろそろ終わりにしましょう。ちょっとね体が重いんですよ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。また明日。